射撃板は、漢方射撃に用いられる射撃計算機の一種。即虚偽、方位板、即敵板などからの原材料を入力して、機械式計算機を用いて、未来位置を計算し、発砲処刑を指揮所などに発信する装置である。後に即敵板の機能を取り込んだ後、アナログコンピュータを使用する射撃式コンピュータに移行し、射撃式システムのサブシステムとなった。 ビッカース式距離時計回線では、艦の動揺が避けられないこともあり、艦法を厳密に照準するよりはとにかく的に、近接することを重視する時代が長く続いた。しかし19世紀に入ると、まずタンジェント照準機の導入で、照準誤差が、またライフル砲の登場で、弾道誤差が減少したことで射距離が延伸された。これに伴って、砲に適切な不行閣を設定するために、 即距義も導入され、目標との距離を正確に測定できるようになった。目標との距離の時間的変化率を、変距または、距離率と称し、時間ないし目標が移動している場合の課題となる。もともとは、砲塔士官たちが、目分量で当たりをつけ、照準に加味していたが、軍艦の高速化と、砲戦距離の増大に伴い、より科学的な処理が必要となった。 これに応じて即興儀での即興をもとに相対運動の変化を求める装置として最初に実用化されたのが変距律板であった。これはイギリス海軍のジョン・デューマリク単位によって1902年に発明された一種の計算尺であり、発明者の名前をとってドゥーマリクやドマレスクと通称された。またこれに続いてビッカース社によって距離時計が開発された。 これは即興技と返距率板から得た距離と偏距を調停することで、時々国国の距離が求められるものであり、イギリス海軍では1905年から1906年にかけて各艦に順次装備した。ドライヤー射撃板海軍本部式射撃板そして1906年、イギリスの民間発明家であるアーサー・ポーレンは、これらの計算機から得られた情報をもとに、 目標の動きを巻き取り紙の上にプロットして発砲処刑を求める装置を海軍本部に提示した。第一海軍卿、フィッシャー大将は熱狂したものの、海軍部内には民間人であるポーレンへの不信感が根強く、またポーレンに支払わなければならない、謝礼金の出費も懸念されたことから、結局、1913年に法術家のドライヤー隊員が設計した射撃計算機を 海軍本部式射撃板として採用した。1913年には包囲板も同時に装備化されたことから、イギリス海軍の主力艦には射撃統制システムと称されるにふさわしいシステムが構築されていくことになった。このシステムでは射撃板は防御艦板のもとに設けられた発令書に配置されており、その計算結果は包囲板や 射撃指揮官の指揮所に伝達されたが、射撃腕の歯車間の遊びなどのために誤差があり、指揮官はそのデータを必ずしも採用せず、断着状況を直接観察して、自分で判断して、旋回不行を命令することもあった。大日本帝国海軍では、1916年頃に、暴練式の装置を購入した際には、合線通信装置と称していたが、1924年に、 混合用として購入したバーストラウド式の装置の調査結果を踏まえて国内開発した装置は射撃板と称された。またアメリカ海軍でもハンニバル・フォードによるレンジキーパーが開発され初号機は1917年に戦艦テキサスに装備された。イギリス海軍でのビッカース式砲囲板。 射撃式装置とドライヤー射撃計算機を用いた1910から1914年頃の当時の射撃法を以下に示す。攻撃目標と発砲する方を包囲反室にいる法術長が指令する。測定観測担当の法術担当士官が環境上部の包囲反室上やマストの上から攻撃目標を観測。目標の方角、距離、進路、速度を包囲反室へ伝達。 包位版室では、目標の情報に、時間の深度と速度の情報を加えて、射撃式管制装置に入力する。射撃管制装置は計算結果を、各砲塔内の行角と、包位角の通信機に針で表示する。発砲する砲の砲手は示された行角と、包位角に砲を合わせ、準備完了を包位版室へ報告する。法術庁の命令で、 射撃管制装置の発射ボタンを押すことにより発砲状態の方が発砲する。砲線開始。最初は一問か全体の半分の方を発砲することが多かった。観測によって禁断、砲弾などの情報を砲位板室に伝達。砲位板室では目標の方位を継続的に射撃管制装置に伝える。砲術長が上げ、下げといった修正を法に指示する。 必要に応じて、次に発砲する方を指示する。通常は、半分の方。発砲する方の方子は指示された修正を方法に加え、準備完了を法違版室へ報告する。法術長の命令で、射撃管制装置の発射ボタンを押す。第二者発砲。以後、弾が命中するか目標を挟んで、近くと遠くに落ちる強裁状態になるまで、半分の方で、 交互射撃を繰り返す。命中するか強査すれば、全門での砲撃に移る。1916年のユトランド沖海戦でのドイツ海軍の有効な射撃式法を実感したイギリス海軍では、最初に強査が得られるまで、交互射撃を繰り返すところは、基本的に従来の強査式観測法と同じだが、第1射が着弾する前に規定時間後に、第2射を発砲する点や、競査後も、 交互射撃を繰り返す方式とした。これにより、射撃間隔を短くして、誤差の修正を頻繁にするとともに発砲による艦の動揺を減少させる狙いもあった。アメリカはイギリスに似た、強差式観測法を採用していたが、手順が多く江戸に比べて、円滑な射撃式が行えなかったため、1918年には、イギリスの照準出位美式を取り入れた。 戦争終結直前にはイギリス艦に匹敵する程度の射撃能力を持った。射撃式コンピュータマーク1916年にはイギリス海軍で計画測定儀が開発された。これは現時点での目標の進行方向を即座に求めるための分像上下が知識望遠鏡であった。そしてその後、機械式計算機と組み合わせることで、 目標の速度を算出する機能が付加され、測定基板として発展した後、最終的には射撃板の一機能として統合されていくことになる。従来、射撃板を含む艦砲関連の諸装置は全て対艦兵器システムとして発展してきた。しかし、第一次世界大戦で航空機が実戦投入されたのを受けて、戦艦機には防空という新しい任務が導入された。 従来の包囲板、射撃板に対空兵器としての性格を付加するほか、専用機の開発も着手された。いち早く対処に着手したアメリカ海軍が1927年に完成させた包囲板マーク19では、射撃板は組み込み式となっていた。また大日本帝国海軍が1933年に正式化した91式校舎装置でも、 法違板と射撃板は統合されていたが、即挙義が別置きとなっていた。イギリス海軍が1931年より配備した広角射撃式装置では、広角法違反と広角板が用いられていたが、これらは別置きとされていた。また、アメリカ海軍でも重量級のマーク37法違板では、射撃板は分離して設置されるとともに、機械式計算機ではなく、 アナログコンピュータを使うように再設計した射撃式コンピュータマーク1が導入された。そして射撃板を含めて射撃統制のための諸装置はもともと相互に関連性が高く機能の複雑化とともにシステム統合も進展したことから第二次世界大戦後には射撃式システムとして総称されるようになった。ありがとうございます。